何を着るんですか。いや、昨日の動画の、コメント欄コメント欄ね、本当にみんななんかこう、まあ動画でも言ってたけどさ、やっぱりチャンネルのファンの人たちとか視聴者さんって、いや、あったかいし優しいよね。優しい。マネージャーのさ、ゴリさんが電話速攻でくれて見たよってゴリさん情報がね、熱いから。そう、もう本当にマネージャーさんにも恵まれてたわって思って嬉しかったね。もう本当に付き合ってる発表をしてくれて嬉しく感じた。わあ、嬉しい。その言葉が嬉しい。幸せになってねとか、ファンの人たちの愛を信用できた感じ。今回より一層。オラくんとエッちゃん、正直言ってお似合いです。応援してます。お似合いってコメントもね、いただいて、俺からしたらもうありがたい限りよ。いやいや、嬉しいよ、本当に。なんか添えてくれると。これもね、あった。あのね、カップルチャンネルって、まあ、捉えてね、いろんな捉え方あるから、カップルチャンネルにしてほしいとかってあるんだけど、気持ちはめっちゃ嬉しいんだけどね。これは完全な俺のこう、気持ちとしては、自分が出てるのよりも、どっちかっていうと、こう、えっちゃんがこう輝いていく姿っていうのを、なんかこう、見てるのがね、好きなわけよ。あれじゃ、研修で私を面白おかしく輝かせたい。まあ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 それは今までと変わらない。変わんない変わんない。そうそう、私の企画の中で2人の方が面白いなって思った時は協力してもらうし、まあとりあえず私がやりたいことを動画にしていきたいなと思ってるから、まあそれがいいよ。オルハくんもね、やりたい編集やるもんね。そう、なんかそう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 、なんかそのね、こっぱずかしいのよ、自分が出てるのね、正直言うと。自分が出てる動画自分で編集するってのは、やっぱみんな YouTuber そうなんだけど、これね、絶対付き合ってると思った。あーねー、もうこれはもうね、動画で出てる以上に、こうなんかすげえくだらない遊びとかが、やっぱ日常多いから、素のえっちゃんに近いのが、見えてるから、なんかお似合いだなと。ボンボン TV の時はさ、友達とっていう雰囲気があるじゃん。なんか同級生のお友達と。そう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 。でもこれで絶対付き合ってると思ったっていう人ってさ、すごいさ、すごいよ。勘が鋭い人だよね。いや、もうだから、恋愛マスターだよね。恋愛マスターだよね。恋愛マスターですね。尊敬、私鈍感だから全然気づかないんだよな、こういうの。まあ、あとは顔出しに関してかな。なんか口元かわいいねってコメントで。口元かわいいはちょっとね、すこぶる恥ずかしいですね。でも私もそれはね、確かに日頃ね、口ちっちゃくて、ヨッチもそうだね、口ちっちゃい、男性って口ちっちゃい人多いのかな。まあ唇ちっちゃいし薄いんですよ、僕。口も小さいし唇も薄いんで、割とこう唇がぷっくりしてるとか、しっかりした口っていうのを見ちゃう。で、僕だからハフェチって言ってると思うんですけど、そうだ、ハフェチなんですよ。あんまり興味ない。興味持ちなさい。興味ない。持ちなさいよ、そこは。今、こっちの干渉に浸ってるから、全然入ってこなかった。入りなさい、そこは。オルハ君、ヒゲ生えてたんか。ヒゲ剃ってほしいもある。これもね、結局、ヒゲ好きでしょ、だって。でも、ボーボーは嫌いだよ。ヒゲボーボーとかは嫌いだけど、顎ひげが整ってる、こう、三角に整ってるの、すごい好きなの。じゃあそれを聞いてるからよ。残してる。うん。じゃあちょっともうちょっと、けなげでしょうよ。整えて。けなげよ。けなげでしょうよ。いい感じ。うん、いい感じ。私はあった方がいい。あった方がいいね。うん。あとね、マスクしてる方がいいなのもあった。だから多分、この人たちの中で想像していたものから、かけ離れていたからっていうだけで、別にこの顔が悪いとかじゃない。そう、悪いって言われてないから。私が買ってきたこの花と口、ああそう、まだこれ仕入れたばっかだからさ仕入れたばっかだから、この花と口はこのネタ何年ぐらいやるかこれずっと墓場まで墓場まで引きずります、このネタはおい、まだブスって、おい、そんなコメントあっただからそれ気にしてたから、あれ二郎さんとツイッターでやってたの。じゃああれは、やっぱりこうかっこよくなりたいっていう気持ち、好きな人にいつまでも振り向いてもらうために、素敵な、かっこよくなりたいっていう気持ちを持つために、自分を一旦ブスだと思いましょうっていう。いや、二郎さんは本当に、もう二郎さんの話すると長くなっちゃうからね。リスペクトね。リスペクトが強い、本当に仲いいもんね。そう、子分、いや俺が親分なんで、知らないの、 JJ コンビはファンネーム親分だから。そっか、そうそうそう、だから俺親分だけど、大尊敬してる子分ってこと。嘘、ありがとうございます、ジローさん、いつもありがとうございます、本当にいつもありがとうございます。
会長、オルハプレゼンツを楽しみにしてますね。オルハプレゼンツは結局どうする？いや、まあ意外と続けてもいいよというね、うん、優しい隊員の皆様からお声をいただいたので、うん、会長やりたいなと。普通のね。まあ俺にとって普通。あんまり変態的なのやると離れてくよみんな多分。変態じゃないもん今までも。変態だよ。全然変態じゃない。おかしいもん。健全な、本当に健康的な動画よ。へん。次からチェック入りますから、公開前に。そうね。まあ、葛藤あるよ、俺も。独り占めしたいっていう気持ちと。はい、ということで。なんかちょっとオルハくんが、そうですね。昨日の動画見て、なんかブツブツ言ってたんで、カメラ回してみましたが、はい、改めて、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。昨日の動画出したことによってなんかこう、うん、今後2人で顔出してチャンネルをより良いものにしていこうみたいな、うん、活気ついたね。ついた、うん、平成最後の最強のゆるゆる動画でした。言いたいだけじゃん平成最後。平成いつから？平成いつから、どういうこと？平成何日から？え、平成終わるんだよ。あ、平成いつ終わるの？どういうこと？ということで皆さん、こちらの動画、うん、面白かったらまあ、この動画さらっと見れたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。明日からはまた普通に、はい、企画系の動画が始まるので、うん、こうご期待。はいはいはい、それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ、はい。